よし。え、それはイヒヒ。よし。ありがとうございます。こちら。ありがとう。こんにちは。はあ、え？
どちらになさいますか？施設はどうなっているのかしら。栽培の設定はいかがいたしますか？どれを栽培いたしますか？状態はと、どの商品を並べようかしら。商品を決めましょう。状態はと、この区画を確認しましょう。どれを建てようかしら。どこに建てようかしら。この辺りはどうなっているのかしら。どれを建てようかしら。どれを建てましょう。どこに建てようかしら。この場、はい、この場、ここにするわ。どれを建てようかしら。場所はどうなさいますか。どの建物を建てましょうか。
どちらにね、施設の状態をっと。商品を決めましょう。商品設定はいかがいたします。さて、商品を決めましょう。どちらの商品にいたしましょう。商品設定はいかがいたしますか。施設はどうなっているのかしら。商品設定はいかがいたしますか。施設はどうなっているのかしら。帳簿をお願いでき、すみません、こちらは何にしましょうか。いくつにいたしましょう。いくつにいたしましょう。こちら何か、こちらを何にしましょうか。これをお願いします。何にしましょうか。いくつ頼もうかしら。わかりました。依頼する道具でございますが、こちらを入れ、考え、これを、考えな、これを、最高、わかりました。メモ、メモ、考え直し、これを、何か赤い、わかりました。こちらの依頼をお願いします。はい。私にご用で、最高いたし、これをお願いします。最高、こちらを入れ、どれを変えますか。最高、これをお願いし、この通りにお願いいたします。調合をお願いできます。最高いたし、こちらを依頼いたし、この通りにお願いいたします。はい。調合をお願いできますか。何か変えますか。はい、この通りにお願いいたします。調合をお願いできますか。何か変更しますか。こちらを依頼いたし、何か、わかりました。この通りにお願いいたします。了解。調合の依頼でございます。最高、こちらを依頼、この通りにお願いいたします。
ちは。やっほちょっと休憩にしようかしら。やあやあネルケソー、課題の達成をお祝いに来たよ。申し訳ありません、またしてもやられてしまいました。いいわよミスティ、というかあなたも変なところで対抗心を燃やさなくていいのよ。しかし本当に素晴らしいよ、ついにこの課題まで達成するとはね。しかもグランツバイトの木を実らせ、あとは熟すのを待つのみときた。はいはい、どうもありがとう。それで次の課題は何なの？いや次の課題はないよ、課題は今回のもので終わりさ。え？でもここでの任期はまだ終わってないわよ。ここまでの成果を上げてきた君だ、こちらから指示を出さなくても問題ないだろう。これからは自分がやりたいことだけをやりたまえ。悔いを残したまま任期が終わったら嫌だろう。ロータス。そうね、わかったわ、そうさせてもらおうかしら。それとここでの仕事が終わった後はどうするか考えておいてくれ。これだけの成果を上げた君なんだ、希望を出せばその通りの配属になるだろう。ここの後、そうか、そうよね。審査官の役目が終わったとはいえ、ネルケ城の任期が終わるまでは僕も手伝うよ。ここにいる間にやれることは残さずやっておくとしよう。ありがとう。たっぷりこき使わせてもらうわね。お手柔らかに頼むよ。
どなたにお願いしますか？どちらになさいますか？施設はどうなっているのかしら？誰にお願いしましょうか。誰にお願いしましょうか。誰にお願いしましょうか。お願いしましょうか。どなたにお願いしますか。誰にお願いしましょうか。
どなたにお願いしますか？どなたにお願いしますか？問題ございませんか？どなたにお願いしますか？どの商品を並べようかしら？誰にお願いしましょうか？これでいいかしら？誰に頼むのがいいかしら？商品を決めましょう。誰に頼むのがいいかしら？どなたにお願いしますか？施設の確認をいたしましょう。この辺りはどうなっているのかしら？どれを建てようかしら？どちらになさいます？施設の確認をいたしましょう。どなたに依頼されますか？施設はどうなっているのかしら？施設の状態はと誰にお願いしましょうか？誰にお願いしましょうか？どなたに依頼されますか？施設はどうなっているのかしら？どなたに依頼されますか？誰にお願いしましょうか？施設はどうなっているのかしら？どなたにお願いしますか？お願いしましょうか？
どなたにお願いしますか？これでよろしいでしょうか？誰に頼むのがいいかしら？どちらになさいますか？どなたに依頼されますか？どなたにお願いしますか？これでよろしいでしょう。オイラの。どちらになさいますか？誰に頼むのがいいかしら？どうなっているのかしら。どなたにお願いしますか。調合の依頼でご考え直しましょう。再考いたしましょう。変えますか？考え直しましょう。再考いたしましょう。考え直しましょう。考え直しましょう。何か変えますか？再考いたしましょう。再考いたしましょう。こちらを依頼いたします。考え直しましょう。こちらの依頼をお願いします。調合をお願いできますか？どう変更しましょうか？どう変更しましょうか？考え直しましょう。すみません、こちらは依頼する道具でございますが、いくつにいたしましょう。こちらを依頼いたします。この通りにお願いいたします。誰に頼むのがいいかしら。どなたに依頼されますか？誰に頼むのがいいかしら？調合をお願いできますか？これをお願いします。この通りにお願いいたします。はい。誰に頼むのがいいかしら？いらっしゃいませ。何をしますか？再考いたしましょう。どなたにお願いしますか？調合をお願いできますか？何か変更します。再考いたしましょう。再考いたしましょう。何か変更します。考え直しましょう。再考いたしましょう。何か変更しますか？これをお願いします。こちらの依頼をお願いします。誰に頼むのがいいかしら。調合の依頼でございます。再考いたしましょう。これをお願いします。こちらの依頼をお願いします。どなたにお願いしますか？調合の依頼でございます。考え直しましょう。わかりました。
この通りにお願いいたします。はい。この辺りはどうなっているのかしら。どれを建てようかしら。どこに建てましょう。完成が楽しみですね。問題ございませんか。この区画を確認しましょう。どれを建てようかしら。こちらをご確認ください。施設はどうなっているのかしら。どの建物を建てましょうか。場所はどうなさいますか。楽しみですね。どこに建てる？この場所にしましょう。ここに。どれを建てましょう。どこに建てましょう。ここに。ここにす。どれを建てようかしら。これでいいかしら。どうなっているのかしら。どれを建てましょう。どこに建てようかしら。どれを
初はどうなさいますか？開始いたします。どこに建てましょう？このこはいここのこはい、こちらにいたしましょう。はい、この場所にしましょう。はい、この場所、どの建物を建てましょう？これで問題ないかな。施設の状態は？
場所があるなんて。取っておきましょう。疲れやした。成果ですね。やりやしたな。
どちらになさいますか？施設の状態はと。問題ございませんか？どちらに、こちらの様子はいかがでしょうか？施設の状態は？どなたにお願いしますか？調合をね。はい、取り消しておきます。何にしましょうか？いくつにいたしましょう？これをね。依頼する道具でございますが、くらい必要ですか？これをお願いします。依頼する道具でございますが、いくつ頼もうかしら？わかります。何を作りましょう？これをお願い。考え直しましょう。何にしましょうか？いくつ頼もうかしら？わかりました。何を変えますか？依頼する道具でございますが、どのくらい必要ですか？これをお願いします。考え直しましょう。こちらを依頼いたし、再考いたしましょう。考え直す。わかりました。再考。わかりました。再考いた。わかりました。これ考え直しましょう。考え直す。こちらを依頼いたします。再考。こちらを依頼いたします。何を変えますか？こちらを依頼いたします。この通りにお願いいたします。
調合の依頼でございます。考え直します。こちらを依頼いたします。この通りにお願いいたします。調合をお願い。どれを変えますか。こちらの作業は止めてください。再考いたしましょう。これを再考いたします。了解です。ま、考え直す。了解です。こちらの依頼をお願いします。調合を。どれを立てようかしら。
問題ございませんか？ミス、こちらをどうぞ。調査しましょう。情報は大切ですからね。拾います。錬金術に使えるかは分かりませんが、とりあえずいろいろ集めます。大丈夫ですか、ネルケ様。
あまり無理はなさらないでくださいね。心配しすぎよ、ミスティ。でも、ありがとう。ヒーロインマシャーン。調査完了。まあまあかな。こちらをご確認ください。どれを立てようかしら。こちらの区画を見ていきます。どれを立てようかしら。こちらの区画を見ていき、どれを立てましょう。この区画を確認しましょう。どれを立てようかしら。こちらをご確認ください。どの建物を建てましょうか。どれを移動しようかしら。この区画を確認しましょう。移動するものを決めましょう。何を移動させましょうか。
どちらになさいますか？施設の確認をいたしましょう。どちらになさいますか？こちらの様子はいかがでしょうか？いかがでしょうか？
こちらをご確認ください。こちらの様子はいかがでしょうか。何にしましょうか。何を移動させましょうか。どちらになさいますか。施設の確認をいたしましょう。こちらをご確認ください。どれを立てましょう。どこに立てようかしら。いたします。どれを立てようかしら。問題ございませんか。
どちらになさいます。施設の状態を。そう、私に何かご用ですか？すみません、こちらは依頼する道具でございますが。いくつ頼む。こちらを依頼いたします。こちらの依頼をお願いします。調合のどれを変えます。了解です。こちらの依頼をお願いします。それじゃ。調合の依頼でございます。じっくり考えてください。何にしましょうか。いくつに。こちらを依頼いたします。この通りにお願いいたします。いらっしゃいませ。どんなご用ですか？わかりました。取り消しておきます。こちらの作業は止めてください。何か変更しますか？再考いたしましょう。こちらの作業は止めてください。すみません、こちら考え直しましょう。これを考え直しましょう。わかりました。再考いたしましょう。これを考え直します。これをお願い。何か。わかりました。何か変更しますか？こちらの依頼をお願いします。調合の依頼でございます。調合をお願いできますか？再考いたしましょう。再考いたしましょう。すみません、こちら。こちらの作業は止めてください。こちらの作業は止めてください。再考。こちらを入れ。再考。はい。再考。はい。再考。これをお願いします。考え。はい。再考いたしましょう。考え直しましょう。この通りにお願いいたします。こんにちは。どんなご用。すみません、こちらはなかったことに。いくつと。わかりました。何にしましょうか。
依頼する道具でございますが。いくつにいたしましょう。こちらを依頼いたします。この通りにお願いいたします。どちらになさ、何にしましょうか。どちらになさいますか。施設の確認をいたします。栽培の設定はいかがいたしますか。栽培の設定はいかがいたしますか。
売買しようかしら。何を栽培しようかしら。栽培するものを決めましょう。栽培しようかしら。栽培するものを決めましょう。季節の確認をいたしましょう。何にしましょうか。何にしましょうか。季節の確認をいたしましょう。これでよろしいでしょうか。どなたにお願いしますか。どの商品を並べようかしら。決めましょう。どこに建てましょう。どれを建てましょう。場所を選択しましょう。問題ございませんか。どちらになさいますか。施設はどうなっているのかしら。問題ございませんか。こちらをご確認ください。どれを建てましょう。場所を選択しましょう。
どの建物を建てましょうか。何を移動させましょうか。どこに移動します。はい、こちらにいたしましょう。移動する場所を決めましょうか。ここにするわ。どこに移動しましょう。ここにするわ。移動させて、ここがよろしいかと。どこに移動しよう。この場所にし、どこ、はい、こちらにいたしましょう。どれを建てようかしら。場所を選択しましょう。あとは完成を待つのみね。これで問題ないかな。どちらになさいますか。施設の確認をいたしましょう。どなたに依頼されますか。どなたにお願いしますか。この区画を確認しましょう。どれを建てましょう。場所はどうなさいますか。撤去しましょう。申し訳ないけど取り壊しましょう。どれを移動しましょう。どれを建てましょう。
よろしいでしょうか。どの建物を建てましょうか。どこに建てましょう。どれを建てましょう。どの施設を撤去しましょう。申し訳ございません。計画のため、さらなる発展、さらへっへっ、申し申し訳ない、申し訳ない、申し申し訳ない、申し訳ないけど、とりこれで問題ないかな。どれを建てましょう。誰にお願いしましょうか。状態はと、私にご考え直しましょう。これをお願いします。こちらの依頼をお願いします。それいらっしゃいませ。何を考え直しましょう。再考いたし、はい、わかります。この通りにお願いいたします。いらっしゃい。何か変更しますか。何か変更しますか。何にしましょうか。いくつと、こちらを依頼いたします。こちらの依頼をお願いします。何にしましょうか。いくつと、これをお願いします。この通りにお願いいたします。調合の依頼でございます。何を変えますか。わかりました。この通りにお願いいたします。はい。調合の依頼で、あ、キャンセルですか。依頼する道具でございますが、どのくらい必要でしょう。わかりました。
依頼する道具でございますが。どのくらい？わかりました。メモメモ。何かか？こちらを依頼。考え直します。わかりました。はい、これをお願い。考え直す。これをお願いします。この通りにお願いいたします。珍しい実を食べる話だったのに、すごく大きな話に発展したわね。まさかエネルギーを集めるために見知らぬ異世界まで巻き込んじゃうなんて。だが反対はしないんだろ。俺たちも同じ立場だったらきっと似たようなことをしていたはずさ。まあそうね、みんなが困っているなら放っておけないもん。俺たちはみんなを守ってやればいい。今まで通り、これからもな。ああ、そうだな。さあ、ここからの工程はもっと慎重に考える必要がある。お互いに気をつけて調整しよう。あ、ちょっとあんた、ここの材料はこっちにした方がいいんじゃない？それを使うと材料を集めるのが大変だし、作る時間がなくなっちゃうわよ。言われてみればそうだな。そっちに変更しておこう。
ちゃんと感謝しなさいよ。おかげでこんなすごいものが作れるんだから。ああ、礼はグランツバイトの木の実で返すとするよ。ようやく二人とも仲良くなったね。これならもう安心かな。すごい、どんどんレシピがまとまっていくわ。やっぱり皆さんはすごい。このフェストワルドがこんなに大きく発展するわけね。さて、このレシピの完成もあと少し。もうひと踏ん張りよ。こんにちは。そうですね。え？商品設定はいかがいたしますか？商品設定はいかがいたしますか？
こちらをご確認ください。どの建物を建てましょうか。状態はと移動するものを決めましょう。どれを建てようかしら。こちらの区画を見ていきましょう。どの場所を開けましょう。申し訳ございません。計画立てるものを考えなくては。この辺りはどうなっているのかしら。どちらになさい。こちらの様子はいかがでしょうか。こちらの区画を見ていきましょう。建てるものを考えなくては。
ちらをご確認ください。この辺りはどうなっているのかしら。どの場所を開けましょう。どちらになさいますか。施設の確認をいたしましょう。施設の確認をいたしましょう。こちらをご確認ください。どれを立てようかしら。どちらになさいますか。施設の確認をいたしましょう。どちらになさいますか。施設の確認をいたしましょう。調合の依頼でございます。すみません、こちらはなかったことに。こちらの依頼をお願いします。はい。施設の状態はと、施設の状態はと、調合をお願いできます。再考いたしましょう。どう変更しましょうか。再考いたしましょう。再考いたしましょう。これをお願いします。依頼する道具でございますが。
つ頼もうかしら。これをお願いします。こちらの依頼をお願いします。こんにちは、私に依頼ですか？どちらになさいますか？施設はどうなっているのかしら？調合をね。すみません、こちらは何を作りますか？いくつ作りますか？これをね、何にしましょうか？再考いたしましょう。依頼する道具でございますが、いくつ作りますか？こちらを入れ、何を作りますか？はい、わかります。再考いたしましょう。再考いたしましょう。考え直しましょう。考え直しましょう。依頼する道具でございますが、こちらを依頼いたします。考え直しましょう。はい、再考いたします。こちらを何か、こちらを再考いたしましょう。考え直、こちら何か、はい、わかりました。考え直します。はい、再考いたしましょう。考え直しましょう。何かを変え、こちらを依頼いたします。この通りにお願いいたします。確認をいたしましょう。施設の確認をいたしましょう。施設の状態はと、施設はどうなっているのかしら。調合をお願いできますか？すみません、こちら、じゃあこれは取り消しておきます。じゃあこれは取り消しておきますね。こちらの作業は止めてください。考え直しましょう。何にしましょうか？必要ですか？この通りにお願いいたします。この辺りはどうなっているのかしら。どれを立てましょう。
ょうか。施設はどうなっているのかしら。こんにちは。何を作ればいいんですか。いくつ頼もうかしら。これをお願い。依頼する道具でございますが、いくつ必要です。こちらを依頼いたします。再考いたしましょう。何にしましょうか。いくつ必要ですか。じゃあこれを何を作ればいいんですか。いくつ必要ですか。これをお願い。何を作ればいいんですか。いくつ必要ですか。こちらを依頼いたします。こちらの依頼をお願いします。こんにちは。こちらの作業は止めてください。どれを作りますか。こちら
にしましょうか。どのくらい？こちらを依頼いたします。こちらの依頼をお願いします。寝る気さ。これ。こちら。知らない複雑なレシピが一つにまとまろうとしてるよ。はい、錬金術ってこんなこともできるんですね。まだまだ知らないことばかりだな。大丈夫、私たちだってもっともっと上を目指せるよ。そうですよね、これだけすごいものがあるんですから、もっとたくさんできることがあるはずです。こうしてみんなで何かやるのって懐かしいね。うん、やっぱり一人よりみんなの方がすっごいことができるよ。それだけみんなの思いが詰まってるからだよ、きっと。ステラ、うん、そうだね。よし、頑張って完成させるぞ。これだけの力だ、誰かの手に渡らないよう十分に気をつける必要があるな。そうですね、知らない人が間違って使って問題が起きたら大変ですもんね。未来の人のために、
きっと賢者さんもそういう考えがあったんでしょうね。だがそれは俺たちも同じだ。ここにいる人たちが幸せになるよう精一杯頑張ろう。はい、そうですね。これで最後のまとめだね。なんか私たちこういう何かを一つにすることばっかりやってる気がするよ。うん、いいじゃない。いろんなものが一つになるからすごい道具ができる。錬金術にしかできないことだよ。あ、リリーいいこと言う。それじゃ錬金術師の底力を見せなきゃね。うん。できました。皆さん、レシピの完成です。やったー、すごいすごい、本当にすごいレシピだよ。うん、あとは調合さえすれば。よし、頑張ろう。けどまだ気を抜いちゃダメだよ。調合して使って効果が出て初めて完成だから。そうそう、ここでもし失敗して怪我でもしたら大変だからね。けど私うまくいくと思いますよ。みんなの思いが詰まってますから。ああ、これだけ様々な錬金術の知識を持ち寄ったんだ。これはすごいものができるぞ。はい、みんなで力を合わせればこんなにすごいものも作れるんですね。それじゃあ材料を集めて調合しましょう。きっとゴールはすぐそこです。すごいレシピ、これならきっと。こんにちは。
メルケと伝説の霊